皆さんこんにちは。なるほど店です。今日もボールソーとパズル遊んでいきます。さあレベル41ですね。試験科あんまり増えないですね、今のところ。これ以上増えたら大変なことなんですけど、まあ色はあれですからね、いろんな色作れますからね。256色でも多い方ですけど、もっと作れますよね、色って。ではどれからいきましょう。一番下のとこにないボールはなんかまんべんなくある気がしますね、今回。じゃあ上の方にあるボールを探しますか。水色がなんかいけそう。赤で、この辺からですか。難しいのは。でこうして水色取り出して、青を動かして紫を集めますか、今度は。でこうでしょ。ちょっと厳しくなっちゃった。お、ここまで来ていけない、いけない感じですか。ピンク出せないでしょ。黄緑、オレンジも出せない。灰色も動かせない。おや、おやおやと。わ、積んじゃった気がする。ダメですね、これ出せないですよね。まあ、出せてこれを動かすぐらいで、こうやって遊ぶぐらいしかできないですけど。ちょっとやり直しますか。さあもう一回行ってみましょう。水色、青、水色、そうなんですよね。緑系が邪魔するんですよね、途中で。だからちょっとピンク入れてこうする。こうして灰色、青、これで赤が消せますね。で、オレンジ入れておいていいんですかね。そう、この辺も問題ですよね。紫、灰色、黄土色、オレンジ。でもなんか入れたら終わりそうな気が。さっきと同じ感じになりそう。でも、紫、灰色、水色動かせない。厄介ですね。灰色動かせ、水色がもう動かせないから、青、ピンク出すには紫でしょ。でも灰色動かせないでしょ。あ、でもこうしてこうしてこうして終了。こうして終了。でもこうしてこう動かしてこう。おお、いい感じになってきた。あ、次何入れるか問題。あ、ピンクがこれでいける。おお、来ましたね。それで、オレンジを出すためにはこっちに入れるでしょ。うわ、ここまで来てまだ難問。よく考えないと。オレンジを揃えたいけど出せない。こうして、これでいける。これでこうしてこう。おお、これで灰色がいける。やー、来ましたよね。そう、来ました。おお、爽快ですね。わー、こうやって解くんですね。もう一回解けないですけどね。わー、お時間かかりましたね。難問でしたね。さあ、ではですね、クリエイターしました。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったら、なるほど店のチャンネルの再生リストからご覧ください。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。